はい、こんにちは。さあ、今日は、6月に発売で、はい、大丈夫ですね、はい、はい、発売予定の新しいテクニファイバーのラケットをご紹介させていただきます。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、ありますよ、ここに。はい、じゃあ、こちらですね。はい、ご紹介お願いします。はい、ですね、こちらが、テクニファイバーから、6月に発売いたします、T リバウンド298以下という、モデルになります。あの T リバウンドというシリーズは、テニスの、ラケットの中ではおそらく唯一になると思うんですが、女性専用のシリーズ、ね、はい、あの他社さんでは女性用デザインとか、うん、女性に向けたスペックっていうのがあるんですけど、シリーズ全体があの女性専用というのは、おそらくこのテクニファイバーの T リバウンドだけになるかと思います。そのモデルのですね、まあ、一番、ハードな上位機種という形の位置づけになる 298g のモデルが追加されるんですけれども、こちらですね、あの選手で女子の選手、イガシ・ピオンテク選手をですね、はい、こちらがですね、使用するモデルという形で、彼女のサインが入った、はいはい、ちょうどね、発売されている時にはまあ、フレンチオープンも開幕、そうですね、ちょうどね、まあ、前で予選がちょうど始まっているところですけど、はい、ね、前哨戦の大会でも優勝、はい、ローマですね。昨年のですね、あ、ごめんなさい、まず昨年の、はい、フレンチオープンでは女子シングルス、まあ、ノーシードから優勝という形 で、その時には、まあ、テクニファイバーではないラケットを使用はされてたんですが、今年の、1月前後オープンからテクニファイバーのラケットを、使ってプレーしております。でその後ですね、まあ、先々週になりますけど、ね、ローマ WTA1000 のローマの大会でも、はい、優勝、うん、圧勝でしたね。そうですね、決勝もダブルベーグルと、ね、いう結果で、うん、まあ、かなり勢いよく、そうですね、この今年のフレンチオープンも、うん、エンディングチャンピオンという形で、そうですね、はい、活躍してくれるんじゃないかと、うん、非常に我々も期待しております、ね、ランキングもいつの間にかトップ10に入ってきましたね。はい、そうですね、先週の、今週ですか、うん、第9位まで、はい、上昇してます。ぜひ期待してください。もう若手ではもうこれから伸び盛り19歳ですね。そうですね、19歳、はいはい、このラケット、まあ、あのどちらかというとやっぱり皆さん、ね、T リバウンド知ってる方にとってはすごく軽めのラケット、 250g 台から出てたり、はい、ちょっと短めのラケットだったりとか、はい、ストリングパターンが荒かったりとかっていうのがちょっと多かったんですけど、はい、さあ、じゃあ今回のシリーズっていうとちょっとタイプ変わってきます、はい、そうですね、あの、まあ、シフィオンテク選手が身長175センチ、まあ、非常にあの女子の選手ではあの大型の、うん、大柄な、うん、選手、体格もいい選手で、あのプレースタイルも非常にアグレッシブ、うん、あのね、サーブの後約2ポイントで、ポイントを取る、決める、うん、確率も非常に高かったり、ネットプレーも多い、うん、エースも非常に多いとい こうアグレッシブな選手だということもあって、うん、あのまあ、重量はその他のリバウンドのシリーズに比べると、重めの298、はい、で、ストリングパターンも、16、19と、他のモデルに比べると、少し手の細かい、ね、普通の、はい、まあ、一般的な、スペックという形になります、はいはい、やっぱりこう今までの、 その女性、完全な女性向きでどちらかというとラケットのパワーでどんどん打っていきたいという方よりは、はい、もう少しパワーもあってどんどん打っていける、はい、まあ、女性だけに限らないかな、限らないラケットだと思いますね。一応シリーズのコンセプトは女性専用になりますけれども、はい、まあ、男性でもお使いいただけますし、うん、と思います。女性ではもうガンガンアグレッシブにプレーされる方、はい、そうですね、おすすめさせていただきたいと思います、うん、はい、もうね、298っていう、こうなぜこの微妙な数字がついてきたのか、はい、と思うこともあるんですけどね。まあ、あのシフィオンテク選手はあの昨年 そのフレンチオープンの直前ぐらいから、まあ、うん、各社いろいろテストをして、はい、 まあ、その後もテクニファイバーのラケットいろいろ試して、うん、あのその中でもどれもヒットはしやすいということだったんですが、その中でも一番この298g のモデルを、選んでいただいて、でかつですね、あの、まあ、制圧がこれ 22.5mm という形で、はい、他のモデルに比べると、シリーズの中のモデルに比べると少し薄めのモデルで、うん、ございます、はい、でそのあとはですね、まあ、で今年の前後オープン、うん、オーストラリアオープンの、間際に、まあ、このコスメを載せて最終テストもしたんですけれども、はい、この、これ実際
クリア仕上げ、はい、ツヤのあるこう仕上げのデザインが非常に気に入っている、弾き感もこうあるような、フィーリングが非常に好んで、使ってくれてるというやつですね。これで、ね、活躍していただきたいですね。勉強もね、ものすごく期待を。そうですね、はい、まあ、19歳ね、はい、あまり期待しすぎてもいけないのかもしれないですけど、まあ、これからですからね。これからで、はい、そうですね、はい、ウィンザーで、まあ、使ってるガットも、はい、まあ、契約もね、今度ガットもそうですね、ファイバー契約になったということで、ええ、こちらですね、こちらですね、はい、彼女が使用しているのが、レーザーコード、うん、テクニファイバーのポリエステルのトレーニング、はいはい、を使用しています。テクニファイバーの、ポリエステルの中では一番、まあ、しっかり感がある、うん、まあ、競技、プレイヤーの方に、向けたモデルという形で、やはりですね、まあ、このラケットも、少しこうしっかり感、弾き感が欲しい中で、はい、ストリングの中にも、まあ、これまずラケットをフィッティングしたみたいなんですね、はい、でその後に一番合う、ストリングという形でこのレーザーコードを、はい、選んで、リップでしてくれる。契約選手結構レーザーコードを使っている選手も多いですね、はい、ATP、WPA、のプレイヤーの方、選手はやはりレーザーコードが一番多いですね。こちらもぜひ試していただきたい。そうですね、ただね、まあ、女性の方にとってはそんな楽なガットではないですね。そうですね、女性の一般の方ですと、はい、かなりハードなスペックになってしまいますので、うん、テクニファイバーのストリングであれば、うん、まあ、どのストリングでもこのラケットで、はい、マッチするかと思いますので、はい、まあ、ここ興味持っていただいた方はその後にね、ストリングはいろいろお選びいただいたらいいかなと思います。それじゃあラケット6月発売ということですので、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。